はどういう気持ちで言ってるんでしょうか。指標はわからないし、太田さんを批判した次の日にこういうことを平気でやる人ですから信用できないです。とのことです。この豊和さんのご指摘通り、太田さんのご愁傷様発言に対して、これはひどいとおっしゃっているのに、枝野さん次に、残念ですという動画サムネイルでは、笑顔で手を振っているような写真を使用しています。自分の姿が見えないんでしょうか。さらにライブでもこのようなことをおっしゃっていました。11月3日前半、和也の意味深な話。やっぱり軒並み失礼な対応というか、やっぱり厳しい追及をテレビというかメディア側が政治に対してやるというのは、僕必要なことだと思うんですよ。どの党に対しても、自民党に対しても立民に対しても必要なことだと思うんですけど、太田さんのはそうじゃないんですよね。ただ厳しいっていうか、難癖をつけて不快になるっていう。確かにね、そういう流れなので、僕は生放送しながらフジテレビのネットで開票速報のやつ見てたんですけど、あれはなかなか面白かったなぁと。結構何人かで、あれはどうなんですか、これはどうなんですかみたいな感じでやってたので、それは良かったんじゃないかなと思いますけど、 TBS この番組をやってですね、選挙特番ですから、おそらく視聴率も期待していたということだと思うんですよ。最下位でした、この番組。ザッピングしたら変えちゃうよね。そういうちょっと気分悪いなっていうのがあったらね。だから、ある特定の人たちにすら響かなかった放送なんですよね。例えば自民党批判ばっかりしてたら、野党支持者とかが見てくれるかもしれないですけど、そうじゃなくて、山本さんとかにもかなり失礼なことをやってるので。確かにね、全部に言ってるっていうね。全方位にただ不快になっちゃうっていう。とのことです。確かに青山議員、百田先生、有本香織さん、加藤清隆さん、篠原丈一郎さん、闇の熊さんと、和也氏は保守界隈全方位に批判ばっかりしておられ、全方位が不快になってしまう懸念があるように思います。ぜぜひひと言いつつ、特定の方々には目をつむっておられるようにも感じますし、さらに太田さんをフォローするような発言もされています。そもそもですね、太田光という人間は、僕はそういう人間だと思うんですよ。こういうちょっと失礼な、ちょっとこういうことを言う人間だと思うので、これも完全に TBS 側のミスですね。キャスティングのね、キャスティングが悪いですね。やっぱ出しちゃ、だから選挙特番とかに出してはいけない人間をメインに据えて、特別キャスターみたいな形で、MC みたいな形で出してしまったことが根本的な間違いであって、もうちょっと人選は。気合い入れちゃったんだろうね。他の曲も全部力入れてたんでね。とのことです。カズヤ GX で自分が変な発言をしても、責任はキャスティング側にあるとでも言いたいんでしょうか。私も太田さんはああいうキャラだとは思いますが、ご本人にうまく立ち回る余地がなかったとは思いません。収録番組なら編集権は番組にありますが、生放送です。完全に番組の責任とすることは難しい気がします。それにしても太田さん、太田光の私が総理大臣になったら秘書田中の時のように、石破さんが保守に見えるほどの左っぷりでしたが、変わりませんね。健康君はあの番組を見て石破さんが保守だと思っていたんだろうね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。